リバマよりは、クロアチアザグレブ出身の女子プロテニス選手。1997年の全仏オープン女子シングルス、優勝者である。自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス24位。身長175センチメートル、体重61キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ツアーでシングルス8勝、ダブルス1勝を挙げた。 1991年8月にプロ入り。1992年全米オープンで4大大会に初出場。1993年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのクロアチア代表選手となる。この年の全仏オープンから頭角を表したマリ。前よりは3回戦で第15シードのザビーネ・ハックを破り、4回戦で第1シードのシュテフィグラフに挑戦した。 この活躍を評価され、マヨリは1993年度の WTA アワード最優秀新人賞を受賞した。1994年は女子ツアーで3度の準優勝があり、その中には2月第2週に日本大阪大会の決勝でマニュエラ・マレーバ・フラニエールに敗れた試合も含まれていた。1994年からマヨリは 世界ランキング上位16名のみが参加できる、女子ツアー年間最終戦、WTA ツアー選手権の出場資格を得た。1995年の全仏オープンで、第12シードに選ばれた、マヨリは、さきの全豪オープン優勝で、地元フランスの期待を集めていた第3シードの、マリー・ピエルスを6から2、6から3で破ったが、初めての準々決勝で、日本の竹きみ子に五から7。 一から六で敗れた。1995年10月、前よりは、スイスのチューリッヒオープンと、ドイツフィルダーシュタットのポルシェテニスグランプリで2週連続優勝を果たす。1996年には、全豪オープンで初の8強入りを決めた後、日本のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントで優勝し、アトランタ五輪でも、リンゼーダ・ダベンポートとの準々決勝まで勝ち進んだ。 マヨリの選手経歴のハイライトは1997年の全仏オープン優勝である。19歳になったマヨリは決勝戦で当時16歳の最年少女王マルチナ・ヒンギスを6から4、6から2のストレートで破りクロアチアのテニス選手として最初の4大大会優勝者に輝いた。この年のヒンギスが全仏オープンを除く4大大会年間参冠を 獲得したことから、マヨリは、1997年度の四大大会で、ヒンギスを破った、唯一の選手と称賛された。しかしその後は、故障に悩み、四大大会の成績も降下していった。全仏優勝の年から5年間、マヨリは、女子ツアーでも優勝から遠ざかっていたが、2002年4月の、ファミリーサークルカップ決勝で、パティシュナイダーを7から6、 6から4で破り、シングルス8勝目を挙げた。この優勝が最後の優勝になり、2004年のシーズンを最後に、マヨリは27歳で現役を引退した。マヨリは2006年に結婚し、長女を出産している。結婚後は、イバマヨリ・マリッチと名乗っている。2012年から、フェドカップのクロアチア代表監督を務めている。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます